トーチウッドさんの拠点トーチウッドは、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター風に登場する架空の秘密組織。地球外の脅威からイギリスを防衛することを目的に、ビクトリア女王が設立した組織であり、ロンドンやカーディフなど、イギリス国内の複数箇所に拠点を持つ。エイリアンの所有物を全て人類のものとしており、これまで幾度となく、地球を救ったドクターやターディスも、 例外ではない。ドクター・フーでは2005年クリスマススペシャルで初登場を果たし、直接的な登場はシリーズ4までである。この組織を舞台にしたスピンオフドラマ、秘密情報部トーチウッドも存在する。トーチウッドという名称はドクター・フーのアナグラムであり、復活した新シリーズのドクター・フーシリーズ1のテープには映像がリークされないよう。 トーチウッドというラベルが貼られていた。ドクター風シリーズ2の脚本を執筆していたラッセル・ T ・デイビスはシリーズ1バットウルフで言及されたトーチウッドという単語に目をつけシリーズ1におけるバットウルフという言葉と同様の伏線として扱い BBC3 でのトーチウッドのスピンオフシリーズを計画した。トーチウッドという組織はかつてデイビスが出会った人物に基づいた 非常な女性に統率される、冷徹なプロの組織として考案された。デイビスは、シリーズ1、賑やかな死体で登場した、カーディフの時空の裂け目をめぐる物語として、シリーズ2、嵐の到来、永遠の別れの構想を練っていたが、2005年の夏の、秘密情報部トーチウッドの計画中、カーディフの支部を、スピンオフシリーズのために残したまま、上記2話の舞台をロンドンへ移した。 トーチウッドには支部がイギリス国内に4カ所存在する。トーチウッド1の本拠地、トーチウッド1トーチウッドの本拠地であり、カナリーワーフの高層ビル群の内湾カーナダスクエアを拠点とする。これは時空間の異常を調査するためであり、上空に存在するボイドの裂け目を調査するべく高層ビルが建設された。シコラックスの宇宙船を ロンドン周辺の5カ所からのレーザーで撃墜しており、かなりワーフ以外にも敷地を持つことが示唆されている。1996年にジャサー・サングライダーを撃墜する2007年時点で素粒子岩をすでに開発しているといったエイリアンから吸収した高い技術力を持つ。2007年にロイドの裂け目を介してゴーストの出現実験を繰り返していたところ、 ボイドシップから下船したダーレクとボイドの裂け目から出現したサイバーマンが引き起こしたかなりワーフの戦いで壊滅し閉鎖された。主な職員にリーダーのイボンヌハートマン、ラジェ主審がおり、それぞれサイバーマンとダーレクにより死亡している。10代目ドクターのコンパニオンであるマーサ・ジョーンズの10枚アディモトーチウッド1の職員であり、耳に装着していた通信端末を サイバーマンに改造されて、脳と接続され死亡していた。秘密情報部トーチウッドの登場人物であるヤント、ジョーンズはもともとトーチウッド一の職員であり、サイバーマンに半分がアップグレードされた恋人リサ、ハレットを陰徳して過ごしていた。トーチウッドに劇中での直接的な登場はなく、ジャックの口から変人により盗撮されているとのみ、語られる。 456が玉へ到来する頃にはすでに解体されている胸のメールの描写がある。トーチウッドさんの本拠地、トーチウッドさん、秘密情報部トーチウッドの部隊。19世紀にドクターを探し回る不死身のジャック・ハークネスを捕獲して雇用し、2000年から彼がリーダーに就任した。この時に、当時のリーダーであったアレックスが、ジャック以外の全員を殺害した末に自殺しており、 メンバーがジャック一人のみ残されたため、彼が次々に優秀な科学者や元トーチウッド1の職員を仲間に加え、スピンオフドラマにおけるトーチウッド3が完成した。1869年にゲルスがカーディフで開き、2006年にマーガレットスリージーンが再び開いた時空間の裂け目の対応が主な任務である。メンバーは年子佐藤、オーエン・ハーパー、 イアント、ジョーンズ、スージー・コステロの4名であったが、三サナサイフによるスージーの連続殺人が露見して、彼女が自殺し、殺人事件を捜査していたフケグウェン・クーパーが加盟した。2009年にトシコとオーウェンは、ジャックの弟グレイによる銃撃と爆破テロで死亡し、2010年にイアントは456によるウイルス散布で死亡した。基地そのものも456来訪時に、 事実の隠蔽を図ったイギリス政府高官ジョン・フロビシャーの命令でジャック・モロとも爆破されている。その後、トーチウッドの情報はジャックが抹消していたが、2011年3月に祝福の影響で全人類が不死身となる奇跡の日が起こり、ジャックは CIA 職員と手を結んで新生トーチウッドを結成する。トーチウッド4トーチウッド4は所在地不明であり、ジャックは これから見つけると発言している。1879年に、ビクトリア女王が、スコットランドで狼男及び、それを崇拝する教団による襲撃を受け、それをきっかけに、未知の脅威からイギリスを防衛するための組織、トーチウッドが設立された。名称は、女王が宿泊し襲撃された、トーチウッド館に由来する。エイリアンをすべて敵とみなし、ドクターも例外でない胸が、 トーチウッド設立検証に記されている。将来起こると予言されたタイムシフト現象の対策を1918年から講じているほか、1965年に456が地球に到来して、高インフルエンザウイルス剤と引き換えに地球人の子供を要求した一件で、トーチウッドさんが対応するなど、歴史的に長く活動している。1953年に、 テレビの視聴者の顔が奪われる事件が起こった際には警察がトーチウッドの存在に言及している。現代において民間人にはトーチウッドの存在は周知されていないが政府やユニットはその存在を認知しており首相ハリエット・ジョーンズはシコラックスの襲来時にドクターがダメならトーチウッドしかないと発言している。ジャサー・サングライダーや シコラックスの宇宙船の撃墜などに貢献していたが、トーチウッド1は、パラレルワールドから侵略にやってきた、サイバーマンとダーレクの戦争に巻き込まれて2007年に、壊滅した。トーチウッド3もアバドンの出現や、大規模爆破テロなどに対処してきたが、2008年には、当時の首相ハロルド・サクソンにより、ヒマラヤ送りにされ、2009年には、イギリス政府の手により基地そのものが爆破された。 42世紀に惑星クロプトールの重力場の研究に赴いたザッカリー・クロス・フレーンは自らをトーチウッドアーカイブ所属と名乗っている。2001世紀においてはトーチウッドはダイコバルトピラミッドが建設された有名な地球の古代遺跡として知られている。ピート・タイラーの世界においてもトーチウッドは存在し男性の生殖機能に関する研究を発表していた。 ドクターのいる世界の当時ウ,ウッドと同様に、ワンカナダスクエアを拠点としており、ピートたちはその当時ウ,ウッドを選挙、管理して技術を利用し、パラレルワールド間の往来を可能とした。ありがとうございます。